株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。今季限りで現役引退したロッテ鳥谷敬内野手40が7日テレビのゲスト解説のため甲子園球場に来場した。これはデモ音声です。鳥谷の存在に気づいたファンはスマートフォンを持って放送ブース近くに殺到。株式会社 AI が提供するデモ音声です。警備員が席に戻るように呼びかけた。